スパッツ。スパッツとは、伸縮性のあるアウターウェア、またはボトムスの一種である。伸縮性のある素材でできた腰から足までにぴったりとフィットするズボン、またはタイツ状の衣類の総称である。タイツの足先部分がない形状をしている。レギンスと呼ばれることもある。スポーツ以外の日常的な場面で着るためのスパッツは女性向けの衣類であるが、 2008年頃にコレクションにてコムデ・ギャルソンなどのブランドからメンズスカートなどと共に男性用の衣として発表されたこともある。タイツストッキングと同じような素材で作った桃引きのような衣類とも言える。これらは下着から発展したもので1980年代中頃からボディラインを強調したファッション、ボディコンの流行により、 アウターとしても注目を浴びるようになった。さらに1990年代においては、女子小学生の間で、丈の長い T シャツに、膝丈の光沢スパッツを合わせるファッションが大流行した。光沢感のある、スパンデックス繊維のスパッツが特に人気であったが、綿素材などのスパッツも流行した。色も、黒だけではなく、ピンクなど、明るい色を基調としたものや、ロゴが入ったものなど、 様々なスパッツが商品化され大流行した。現在ではミニスカートやショートパンツの下に長いスパッツを組み合わせるなど見せる下着に戻った着用法も見られる。逆に下着が見えないように短いスパッツをスカートやショートパンツ下に履く女性も多い。この着用の仕方は中学生から高校生を中心20代の女子が制服スカートの下にパンチラ防止、 オーバーパンツ、ミセパンとして履くという用途が最も多い。実際にその年代向けに下着隠しとした商品も販売されている。日本ではよく見かけるが、今日の欧米ではそれほど一般的なものではない。またタイツの意味で使われたり、これにオーバースカート付きのスカッツなるファッションが現れたりして混同しやすい。スパッツは基本的に下着の上に履くものであるが、 スポーツにおいては、水着同様に直に履く場合もある。具体的には自転車競技、マラソンなどの陸上競技では主にユニフォームのズボンとして着用し、それ以外のサッカーラグビー、バレーボールなどの球技を中心としたスポーツでは、下着として、はいその上にユニフォームを着用する形態が、プロチームでは、男女共に、ほぼ一般化している。スパッツは動きやすく通気性に優れ、 男性の場合は日常生活でつける下着のパンツ、トランクス、ブリーフボクサーパンツなどと比べて着用時のフィット感も良いからとされる。野球ではスパッツに機能性を持たせたスライディングパンツが基本的に用いられている。また、サッカースパッツ、ラグビースパッツなどと細分化されているスポーツウェア製品群もある。裾は膝上あたりまでとやや短めで、色は黒、白。 青などの無地物トーンが主流である。水野などのスポーツ用品メーカーが発売して、スポーツ用品店で販売されている。中学、高校、大学などの部活動や、アマチュアチームクラブでも取り入られているが、既存の下着、トランクスなどの上に、スパッツやスライディングパンツを重ねて、履くのは基本的にご用である。ユニフォームのズボン、短パンハーフパンツよりもスパッツの方が、 丈が長いことがほとんどであるため、ズボンの裾口や、膝上あたりからスパッツが見える、重ね履き状態となるケースが半であり、下着として、スパッツを着用している場合は見せ盤の一種となりうる。これを逆手に取り、竹の短いズボンと着こなすファッションもある。伸縮性に富休感性に優れた衣類であるため、スポーツのトレーニング用として着用される。体操。 バレエジョギングなどの全身運動、特に下半身を動かすスポーツに用いられる。練習着として、ヨガ教室や、スポーツジムといった施設で愛用している女性も多い。練習着以外では、山口祇園祭りや丸山花祭りなど、日本各地で見られる女性ばかりのみこし、女みこしの担ぎ手の衣装としても幅広く、使用されている。引き締め効果に着目し、 ダイエットのためのウォーキングの効率化を図ったシェイプアップ効果のあるスパッツというものもある。下腹部、臀部、太ももをトータルに引き締めるためテーピング効果やマッサージ効果が現れるとされる。スコートやミニスカート、ショートパンツなどが用いられるスポーツではそれらの下にスパッツやスパッツ型のアンダースコートを着用するケースもある。スパッツという呼び方は和製英語に分類される。 英語本来のスパッツは磨き上げた靴を土ぼこりや泥水の羽から守るために靴の上に装着するキャハン、ゲートルを指す言葉だったが日本に持ち込まれる際に誤って違うものを指す言葉として導入された。ただし登山用のスパッツは足首から膝まで覆い本来のこの用法で用いられているスパッツを参照。 本校で記載しているパンツ状のものは欧米では、レギンスと呼ばれる。ただし、レギンスは前述の、キャハンを指す言葉としても用いられる。日本語で最も近い言葉は桃引きである。本来は、スパッツもレギンスも、同じ衣類の名称であり、混同されているが、今日の日本では、膝上以上の短い丈で、スポーツやミセパンといった用途に着用されるものを、スパッツ。 腰から膝元から足首までの丈で、先がレース状のものなど、主に女性のファッション用途として着用されるものを、レギンスと呼ぶ傾向にある。日本では、カルソンパンツやレギンスという名称も、スパッツと同一としつつも並行して使われている。カルソンパンツはスパッツほど密着性がないものも見られる。レギンスは2006年頃に、ファッション業界が、おしゃれとしてのスパッツを売り出すため、 新ファッション用語として打ち出した名称でメディア等で浸透し流行した。流行する以前に認知度を高めるためか、またスパッツは昨シーズンからレギンスと呼ぶことになっているのでご注意をかっこ洗い。年齢がバレますよといった強引な記事がインターネット上に蔓延し、騒動になった。同時期、今までスパッツと呼称していた商品を急にレギンスと名前を変えて売り出しても一部営業や、 仕入れ業者間で取引時にレギンスという商品名では通じずしばらくスパッツという言葉が使われ続けた2016年以降は本来のスパッツという名称に戻った形で取り扱っている販売店も多いつまるところレギンスとは当時における新商品の名称であり一種のキャンペーンだったということが伺える楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。